そして2日目ジークフリート、イエーイ。時は流れましてね、成長しましたジークフリート。で彼はね、結構筋骨隆々の若者に育ちます。育ての親はミーメ、前の本当の親はジークリンデなの。その証拠にね、この伝説の剣の破片を見せるんです。折られた剣ですね。でね、ジークフリートはね、この破片でね、剣を作ってくれとミーメに頼むんですね。でやっぱ伝説の剣なかなか作れないんです。非常に悩みます。ミーメもう悩み途方に暮れます。そこにボータンがさすらい人とかって現れますし、ね、この剣を作れるのはそれの知らないものだけだと言ってね、去っていくんですよ。でね、その話聞いた恐れの知らない若者ジークフリートはね、もういいよ、自分で作るよと伝説の剣をね、鍛え上げるんです。完成しました。そしてね、恐れをね、やっぱ知りたいと、敗北を知りたいと。じゃあ分かったと、そんなに敗北を知りたいなら連れてってやるよと。竜、まあ大蛇でもいいのかな、竜、大蛇、大蛇が住むね、洞窟に案内するんです。大蛇ザクッと打ち取ります。そうすると指輪がある。なんでだ。大蛇はですね、除夜に出てきた巨人族、生き残りなんですね。隠れ帽子の力で大蛇に変身してました。指輪を手に入れるんです。打ち取った時に返り血を浴びます。ピシャッ。その返り血を浴びるとね、鳥の声が聞こえるようになります。はい、やってください。なんと聞こえましたか。そうです、岩山にはブリュンヒルデという美しい人がいますと聞こえましたね今。なのでそれは行くしかないと案内されて行きます。岩山の手前でね、今度ねボコタンがね来るんですよ。急にジークフリートの前にドーンと。なんか聞いてたよね、なんか世間話です。どこ行くんじゃん、ね、どこ行くんじゃん、そうどこ行くんじゃんみたいなこと言うんですよ。でジークフリートイライラしていくんですけど、急にボコタンが先頭になるんですね。ここでおそらくなんですけど、まあ魔法を試すという感覚ではあるんでしょうけど、急に襲いかかっています。でね、ボタンの槍をね、バキッと折ります。おそらくグングニルがおられます。ボタンの槍で、オーディンの槍といえば、グングニルがおられます。で、ね、もう勝ったジークフリートはね、どけと、俺は行くんじゃと、岩山にたどり着きます。たどり着きます。岩山にね、たどり着く燃え盛る炎とも、ものともせずに突き進むんです。恐れを知りませんから。一人の戦士が眠っている、あれ誰だと。甲冑を脱がしていくとね、女だと気づきます。あまりの美しさでね、その美しさで初めて恐れを知るんですね。ジークフリートはなんて美しい人だと。このブリューンヒルデにね、キスをするんです。でするとね、彼女は目を覚まします。二人はね、互いの身の上を語り合って、永遠の愛を誓い合い抱き合います。続く相関図がめちゃめちゃなんだよね。すごいでしょ。全部最近整理したい。そして第3日、神々の黄昏。ここでね、また登場人物がね、3人ほど増えます。ライン川のね、湖畔にね、ギービヒケというところがあります。で、当主グンターと妹グートルーネはね、このアルベリヒの息子、ハーゲン、それぞれね、ちょっと結婚について語り合うんで、話し合うんですね。完治に長けたハーゲン、なんか策略家なんですよ。グンター、ブリュンヒルデを、で、このグートルーネにはジークフリート、あいつらいいんじゃないかと勧めるんですね。プラッとね、来ちゃうんですよ、ジークフリートさん。やってきてね、忘れ薬が入ってるとも知らずに勧められてお酒を飲んじゃうんです。過去を全て忘れた彼はグートルーネに心を奪われてしまいます。でも結婚を申し込んでしまいます。でね、このグンターがこのブリュンヒルデを連れてくれば嫁にやるよと。ジークフリートはそれを了承します。よし、連れてきてやろうと。岩山で一人幸福に浸ってるんです、ブリュンヒルデは。で、そこに妹はリュキューレが来ます。ラインの乙女に返してくださいと。かなり呪いが強いです。返してくださいと頼むんですが、ブリュンヒルデはね、ダメですと断ります。だが断っとします。妹のワルキューレはちょっと諦めて帰るとして、そこに隠れ頭巾というアイテムを被ったジークフリートが来ます。グンターの見た目をしてるんです。変装道具ですね。いわゆる変装道具をつけたジークフリートが現れます。見た目はグンターです。ブリューヒルデン、妻になってくれと迫るんです。彼女はね、そんなに嫌だから、もうもちろんジークフリートも愛してますから、体操を守ろうとするんです。もう指輪の力を使ってでも。なんですけど、中身はジークフリートですから、もう効果ないんですね。無理やりもうもぎ取ります。なんだこの指輪と。で、またシーンは急に変わります。精神世界か夢の中か、ちょっと映った現実世界かわからないんですけど、ハーゲンの前に父アルベリヒが現れるんです。指輪を手に入れろと。で、ハーゲンは、焦るなお父ちゃんと、分かってると、なんとかするよと言って、アルベリヒはスーッと去っていきます。そしてね、朝になります。で、朝になるとハーゲンはね、家臣を集めて結婚式の準備をさせるんです。ここに2組のカップルができたぞと。2組の結婚式がもう策略だらけですけど、一応結婚式が執り行われることになるんですね。ブリュンヒルデはね、そこで見てしまうんです、ジークフリートを。なんでグートルーネの手を取っているのと。そして、なんでグンターに指輪を奪われたんじゃないのと。あれ、どうしてはめられたと気づくんですね。ここで
ジークフリートが裏切ったと私のことを、私は別にこいつに惚れたわけじゃない、奪われてなんか無理やり連れてこられたんだってインナーの前で家臣の前で言うんですね。でそうするとやっぱ軍隊的には面目が丸つぶれになりまして、でかといってジークフリートは忘れ薬をまだ飲んでますので、何の話だと、知らん知らん、もうやめてくれこんな女みたいなのがあるんですね。一段落するんですよ。で一段落した後にハーゲン、感じたけどハーゲンはブリューヒルデン、あいつ悪いやつだから復讐しようと手を貸すぞと話を持ちかけます。ジークフリートの弱点がね、背中にあることを引き出すんです。そしてね、グンタはグンタはね、面目丸つぶれですから、指輪のため裏切られたため面目を潰されたというために3人はね、復讐を誓うんです。ジークフリートはね、ライン川に行ってます。ライン川のね、乙女たちがまだ嘆いております。黄金が、黄金がと。でそこにね、ジークフリートが一人現れて、指輪を返してくださいと求めるんです。やだと、返しません。でね、そこにハーゲンたちが現れるんです。酒盛りになります。今度はね、記憶が蘇る薬をね、飲まされるんです。少しずつ過去の記憶を思い出してきます。全て思い出した瞬間、不意をつき、ハーゲンは背中を槍でザッと刺します。全てを思い出します、ジークフリートは。そして最愛ブリュンヒルデに別れを告げて息絶えます。ギービッケでハーゲンとグンターは、ね、この指輪の所有を争って争い合います。俺のだ俺のだ。グンター殺されます。そしてハーゲン無理やりジークフリートの遺体から指輪をもぎ取ろうとする。死んだはずのジークフリートの手が高々かと上がります。でしょ。ハーゲンもビビります。おお、ブリュンヒルデが進み出てきます。私が妻だと、私が妻だと、この指輪をいただくと指輪にはめます。そしてライン川の岸辺に薪を積み上げろと、そしてその上にジークフリートの亡骸を運べと、グンター家の家臣たちに言うんです、ね。そしてブリュンヒルデはね、薪に火を放つと、ジークフリートへの愛の歌を歌い、燃え盛る炎に飛び込みます。そうするとたちまちライン川がね、ブワッと増水します。増水して彼女は指輪モルトに沈んじゃいます。そしてついに指輪ね、ラインの乙女たちの手に戻ります。で指輪を横取りしようとしたハーゲンも水の中にダーンって行くんですけど、ラインの乙女たちを取り込まれて多分亡くなっております。あれ最終的な描写はないですけど、おそらくこれも亡くなっております。そして指輪の呪いがようやく解けます。そして神話変わり、炎は天井下に広がりまして、ボータンの城に燃え移り、城は炎に包まれます。終わりです。なかなか破滅的な破滅的な終わりでしょ。何エンドこれ。これ何エンドっていうのは関係者全員いなくなるエンドですね。そして誰もいなくなった、ね、A エンド、B エンド、C エンドで言うと誠の方の新エンドの可能性が非常に高い。B エンドぐらいかな。これでね、大体大枠、本当にざっくりのあらすじはこんな感じです。もっと興味がある人は自分で調べよう。何やり、自分で調べよう。では終わりの挨拶を。須藤くん。なんで。じゃあチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。出てるかな。出てないかもね。